レッツゴー。はい、リエルでーす。今日は久しぶりの農作業シリーズ。もう痛いで肩が、もう四十肩シリーズ。四十肩です。あげられんけん。はい、で今日はレモンローズ。レモンローズ、レモンローズかわいいよ、うん、薄葉のまだ緑やけど、ね、まだ緑やけど、こう薄らこう綺麗な色になる、ね、ほらうっすらピンクに入ってきてます。綺麗、うん、な色になる。これはレモンというぐらいレモンになります。レモンになるな。はい、うん、でこのパンジーに次ぐ、パンジーよりパンジーよりちょっと丸葉で、丸っこい感じで、蛍光色です。蛍光色になります。はい、さあレモンローズを増やしましょう。増やしましょう。つまらん。え、つまらん。農作業はな。って言ってもな、どんどん増やさんと関係。レモンローズ、レモンローズ可愛いです。蛍光色になりますよ、この見ちゃってね、そう、めっちゃ蛍光色になるんよ。なるよ、これがだんだんこう縁からピンクになってきてる、まだ夏が多いやけどな。これはちょっと巨大化しております、はい、じゃあこれをどんどんカットしていきましょう。はい、いいかな。どうぞ。そこから取る感じ。どこでもいいよ。いい、もうどんどんチョンパするよ。こっち回ります。いい、どんどん、もうどんどんチョンパします。はい、どうぞ。チョンパ、農作業やけんな、もう容赦なくいくよ。容赦なく。チョンパ。チョンパチョンパチョンパ。もうお母さんだけど、こそ今日は。スリー。今日はちょっと2号のポットに入れるけ、お母さんを残しますシリーズ。え？シリーズとか言っちゃった。お母さんはね。シリーズだらけです。あと続かん。でこのさ、今葉っぱを取ったや。葉っぱじゃない、上をチョンパして、この枯れ葉をきちんと取ることによって、こっからまた小株が出てくるけどね。スイッチオン。スイッチオンです。はい。あら、私失敗しないの。いや、ちょっとな、このやっぱ悪い子もおるわ。ほら、ここ見て。ここ、茎がちょっといっちょん子もおるわ。大丈夫やったみたい。大丈夫。気のせいで。気のせいや。気のせい。もう枯れちゃってそのままでもう良くなっちゃったみたい。いいな。いや、だいぶ色づいてきましたね。うん。本当朝晩涼しいも。昼間はめちゃめちゃ暑いけど。でもだいぶ涼しくなってきて、昼間。風が秋になってきたから。うん。いいですよ。いいかな。これはもうすごいしな。じゃあどんどんチョンパいきますよ。チョンパ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 シリーズ。チョンパシリーズ。今投げたって言われるかもしれん。え、今投げたって言われるかもしれないよ。チョンパシリーズ。チョンパチョンパ見える。見える。ほんと。俺はおせ、みんなが見えんとダメやない。チョンパシリーズで、この枯れ葉をきっちり取るな。難しいんだよ、撮影が。ほんと？ほんと、ここの枯れ葉をきちんと取ってあげるな。目が回るときやる。そう、ゆっくりな。この枯れ葉を。そしたら、ここの枯れ葉がついてたところからも出てくるかもしれんけん。そうだ。そしたら、またいっぱいどんどん増えるけんね。ガンガン増やしましょう。楽しいよな。ほんと蛍光なるけん。うん、ほんとに蛍光。これはめっちゃ可愛い。もう多肉は可愛くしないと意味がない。でもこれほんとさ、これ見てたらさ、不細工やん、ちょっとな。そうやこれはもう、そうや、な、買わないやろ、絶対。そうや、不細工で。そこがほら、楽しむとこで、まあ、まあ、わかんないからな。そうやな、初心者さん分かんないってしょうがないんだけどな、うん、なるべく発信していきましょう。こんなになりますよ、なりますよってな。言ったらもう来年なかったりな。これしょうがないよな。本当だよ、本当だよな。可愛くならないものってそうない、うん、な。
でも薄葉はめっちゃ変身さ、うん、あと確率やからな。ほんでこんなにこうペラペラやけども、冬になってこうだんだん肉厚になってくるやん、うん、ギュッとなってから。でこう変なになっちゃってもまた戻せるからな。そうそうそう、諦めずにチャレンジ。そうやね。そうちょっとこの子はひょろひょろすぎるけど、このままもう一個、うん、ひょろちゃん。なんかコツは？コツはもう容赦なくチョンコツじゃねえしコツじゃねえし。だけどコツはもうほらこの枯葉をきっちり取るな、うん、取る、うん、そう邪魔なところは。そうきれいにしないと可愛い子はできません。そうね。どうすか、おパンジースタートが早いな。パンジースタート早い？いい色になってきてるね。これはすごいな。枯葉地獄や、枯葉地獄。いいよ。ちょっと水切れ。いいよ。どんどん切れますよ。いいよ。どのくらいやったら切っていいとかあるかもしれんけどな。どのくらいやったら大丈夫。葉差しもできるしな。うん、葉差しは今ですよ。そう ね、紅葉しだした葉差しはやめておきましょうね、うん、それもこうやってみたらいいよ、わかるけ、ね、うん、成長が遅くなっちゃうからね、紅葉した葉っぱはね。あ、れや、うん、で今ちょうどいいよね、気候も薄葉、まだ寒くなる前でちょうどいい。薄葉の葉っぱ、葉差しは、うん、あの前乾かしてたやん、で率が悪かったやん、だけどもう乾かさないでもうそのまま植える、はい、そうです、並べてな。そうです、薄葉の子は特にな。そういうことです。すぐもう自分の水分なくなっちゃってからダメになっちゃうけ、そういうことです。薄葉も葉差しできますかとかよく言われるけどね、うん、できます。できましたね。薄葉も強いですただ水やりを多め。そうね、この人はあのできます、葉差しが OK です、うん、パンジーも葉差し OK です。失礼、はい、ちょっと確認済みです、これは。どうぞ、はい、どうぞ。すっきりや、めっちゃすっきり、すっきり、すっきりすっきりよ、すっきり、うん、容赦なく。うん、失礼、失礼すぎる。そう、あ、言っちゃった。もうつまんないけど、こっちの綺麗なの見せます。なんでそんなことするよ。そうです、一人で喋ってください。じゃあ、じゃあ、もうだいぶ色出てきましたよね。え、いいですよ。キャーキャー、はい、戻ってきました、戻ってきました、戻ってきました。でも結構あるよな。え、もう結構取ったよな。結構取ったよ、結構取ったよ、結構取ったよな、うん、かわいいよ。結構取ったけど、うん、植えようか、植えようか、うん、植えてください。もうこれしっかりこう取った時にさ、うん、あの茎チェックしてあげてね。ダメ、うん、ダメにな、ダメになっちゃうとこ切った時に緑のあの綺麗やったら OK、うん、ね、黒いとなってたりしたらやられちゃう、うん、ね、もうこれほら見て、ここちょっとやられちゃうけども、もうしっかりしてきてるもんな。こういう子もあるやな、こういう子もある、うん、そうです、生き物なんで楽しいんで、うん、ちょっと気になるけど怖がりすぎず、あ、ほら見て、待て待て、見て、待て、これ今な、これ移動するけ、これ今ここは黒かったよ、え、黒い、ちょっと待て、ほら、ここ釘が、手が邪魔だけど、ほら、ちょっと待って、はい、いい、見える、ここ、ほら、じゃあアップするわ、アップして、ここ、ここが最新兵器、アップ入った。これ今ここが黒くて、うん、なんかここ根っこが出ておんけん、ちょっとおかしいなと思ったよ、うんうん、はい、切ってみました、はい、ドーン、ほら、アウトね、そういうこと、そういうこと。多肉っていうのは水分自分であるから、うん、茎がいってても平気でいるやつがおるんやな。そう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 、茎の見てチェックな、うん、目視、目視、茎を目視して綺麗かどうかチェックして、怪しかったら切る。
そうね、ほらやられちゃってるもんな。うん、ここがな、うん、やられちゃってる。もって綺麗にこう猫が出てきてるやん。うん、綺麗なのに、うん、生きようとするからな、うん、そういうことよ。じゃあこれはここで、はい、チョンパ、チョンパ、さあどうだ、さあどうだ、おう、おう、綺麗、大丈夫、綺麗、綺麗、オッケー、復活な、復活、復活よ、スーパードクター、キー。そう、でまたここボス、違った、私失敗しないのでボロボロ、ここちょっと、あ、これ、まあ、画面アップしたままやった、ちょっと戻せ、はい、ちょっとこの人たちもちょっと切っちょこう、よいしょ、よいしょ、抜いてください、植えてください。お、子供大丈夫やったな、チェック、うん、大丈夫やった、ね、またこっちからいっぱい出てくるけ、うん、切っても切っても出てくるけ、そうよな、2、3回チョンパまでいけるな、あ、そうね、だんだん減ってくるからな、うん、よこしょ、はい、どうぞ、よいしょ、どうぞ、はい、お、すごい、準備がいいね、そうよ、オートランしてます、今日オッケー、準備オッケー、オートランしてます、準備オッケー、水は用意してないやろ。あ、そうです、ね、はい、もうこれはもうどんどん植えます。なるほど、ボス、ま、そっち行くわ、またもうこう見えない、カメラなんとかが悪いよ。でもこれ綺麗なところ、こう植えにくいとかも葉っぱ取るな、はだし、はだし、なるほど、ボス、真ん中かな、それ大事な、真ん中に植えるっていうのがな、うん、真ん中植えるじゃ、うん、見えんけど、あとな、そうそう、あとあと、あと後悔します、そうなんやな、グッとしっかり入れます。レモンローズ、これ可愛いやな、ほんと可愛くなったら可愛いん、そうなんや、これこのまんまやとやっぱほんと綺麗な蛍光イエローな、うん、アンドピンク、ピンク、これはあの冬の寄せ植えにもう持ってこい、はい、買ってません、黄色がないけさ、はい、冬はそうです、これは可愛いです、いい、形を整えて植えやすいぐらいにこう葉っぱ取ればな、いいよ、いいよ、いや、みんな楽しんでますかね、楽しいよな、うん、もう朝晩な20度を切るようなら紅葉はスタートしますね、はい、どうぞ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 、いいかな、まあいいかな、だんだん飽きてきた？え？だんだん飽きてきた？うん、いや、もう飽きてよ。だんだん。うん。薄葉、薄葉の変身はすごいよな。どうとします？いい？グググググとしっかりね。しっかり入れ込まんとこう、お水でジャーってあげたらこう動いちゃうけ。手元をこっちに向けてくださいね。はい、こう、いい？はい、いいでしょ。この子をどうしているか、ちょっと葉っぱを取って、葉っぱを取って形を整えます、真ん中へ、真ん中へ、ボス、真ん中へ、ボス、ボスです、はい、形を整えて真ん中へ、ボス、ボス、こういう感じね、うん、うん、結構カットしたのは乾かしすぎたらダメです。はい。ね、ダメですよ。確率が落ちます、うん。ね、根っこを出すためにお水をあげてください。そうね。ね、それが大事やな。まあ、な、確率的にな。うん。本当乾かしたらダメっていうことがこうどんどん分かってきてるね。うん。うん。そんなに気にしてなかったけど YouTube しだしてな、うん、そうそうそう、みんなに教えるためにいろいろちゃんと突っ込んで見てたらな、うん、やっぱり蒸らした、乾かしたらダメやな、うん、ほんとそうよな、うん、しっかりお水をあげたら根をよく張るし、うん、そうそう、そういうことや、うん、そういうこと、
どう？あ？どう？うん、いや、いい、もう十二分に。十二分に、はい、もういい、これは終わらないと思うので。はい、じゃあ。はい。じゃあみんなもどんどん増やしてみてください。はい、了解。はい、じゃあよかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとう。バイバーイ。